カトリオナルメイドオームはカナダのスピードスケート選手。500メートルで37秒台を世界で初めて記録し、オリンピック連覇も果たした名選手である。1995、96シーズンにワールドカップの500メートルで総合3位に入った。長野オリンピックシーズンの1997、98シーズンに500メートル、1000メートルの2種目で、 ワールドカップ総合優勝に輝き、オリンピックではその2種目でメダルを獲得。以後トップレベルのスプリンターとして活躍した。1997年11月には女子選手として初めて500メートルで37秒台を記録し、以後この種目の世界記録を5回連続で塗り替えた1000メートルやスプリント複合の世界記録も更新している。オリンピックには 長野大会も含め4度出場。アルベル・ビルリレ・ハンメル両大会合わせての最高成績は14位であった。開会式で騎手を務めたソルトレークシティ大会では500メートルで2大会連続の優勝を果たし、オリンピックの個人種目で連覇を果たした初めてのカナダ人となった。この年、カナダの年間最優秀スポーツ選手に与えられるルーマー首相を受賞。 2003年に現役を退いた。ワールドカップでは通算34勝、総合優勝5回。カナダスポーツ殿堂、カナダオリンピック委員会殿堂に殿堂入りしており、カナダ勲章も与えられている。バンクーバーオリンピック開会,会式でのルメイドーン。現在は夫と2人の子と共にカルガリーで暮らし、主にオリンピック開催時のキャスターとして活躍している。 2010年バンクーバーオリンピックやロンドンオリンピックでは CVT のキャスターを務めた。今後も CVT での仕事を続けるつもりだという。バンクーバーオリンピックには組織委員会のメンバーとしても関わっている。さらにこの大会では開会式で聖火の点火者の一人としても登場した。聖火台のトラブルによって点火できなかったため、彼女は統治を掲げてその場をしのぎ、 閉会式で改めて点火を行った。また社会運動にも携わり、医療やスポーツに関係した複数の団体のスポークスマンである。彼女の社会的な提言や活動は公式サイトでも見ることができる。ABC スピードスケーティングバイクロフィス、カトリオーナレメイドアン、ISU ハットスピードスケーティングレコーズ、ヒストリカルワールドレコード500メートルレディース、ISU。 スピードスケーティングレコーズヒストリカルワールドレコード1000メートルレディース ISU ハットスピードスケーティングレコーズヒストリカルワールドレコードスプリントコンビネーションレディース ISU ハット a b c d b を、公式サイトのバイオグラフィーハットパブリックスピーキング公式サイトありがとうございます